にちは、南里穂です。今日はリクエストにもいただいてたシーンの辛口動画、じゃが久々にシーンで購入してみました。16点でした。12,781円でした。本当は合計安い 15,975 円やってんけど、なんかクーポンみたいなって3194円割引されてます。はい、ってことで開けてみますか。せーの、ぴょん。これ収納ボックストラベルストレージ、なんと割引聞いて179円。これピルケースなんですけど、じゃじゃん。あ、思ったよりでかいわ。え、かわいい。これええやん、ええやん、ええやん。こんな感じ。これで179円やったらよくない？デザインも私ピンクにしました。これ3種類あるんですけど、白、ブルー、ピンク。ピンクにしました。これ正解で、ピルケースもう一個頼もうかなと思ったんやけど、まあ試しにどんなんかわからんから頼んでみました。まあ、ちょっとでかかったな。まあ私がこれ選んじゃってんけど、まあ、でもこれ全然いいだと思います。これ使おう。そう、持ち運びにはね、あれかもしれんけど、まあ、旅行とかやったら全然軽いし。はい、次行きます。スリッパ頼んだよな。これ何やったっけ。あー、うわ、マジか。これ思ったのとちゃうかったわ。これ何、ベランダで履くスリッパみたいな、わからん。これ一応外でも履けるらしいねんけど、890円、1112円が割引されて890円。プレーン女性用ホームスリッパ。あ、家やねこれ。でもまあ毛が飛ぶわこれ。ちょっとあかん、袋にしまいます。あ、でも全然ね、この値段やったら近所のゴミ捨てコンビニ全然いける。だいたいね、うちねシーンでスリッパとか買ってるんですけど、あんまスリッパ系は失敗したことがない。これやったらいいんじゃない。これもまあいいかもしれない。ちょっとね、あの写真とは違ったかな。はい、次いきます。女性用ホームスリッパ1684円が1338円。え、割としっかりしてるこれ。毛もそんな飛び散らん。うん、これいい。めっちゃこれはいいですね。え、いいじゃん。うんうん、ちょっといいヒールもついてるし、ヒールっていうかこのね、ウェッジみたいな感じで、うん、めっちゃいいやんこれ。これに今流行りのスウェットとか合わせても絶対可愛い。小物類、そう、あのね、シーンはね、多分私結構言ってたと思うんですけど、小物類ね、あんまり失敗せえへんっていうイメージで。次いきます。あ、トップスや。え、静電気。静電気やば。ちょっと着てみる。着てみます。うん、あ、いいじゃないこれ。デイジーシンプルカットアウトクロップド丈ニットトップス S です。え、めっちゃ可愛い。これにちょっと私ね、スウェット買ったからスウェット合わせるわ。この値段やったら全然いいんちゃうっていうレベル。チクチクします。チクチクしない。あ、それが重要なんよ。私チクチクするお洋服無理なんですけど、これは全然チクチクしないし、いい。うわ、うっす、やばいってこれ。もうパンツの方は丸写りタイプのやつ。え、こんなんじゃなかったもん写真。何これ、タイツやん、着圧タイツこれ。デイジーワイドレッグパンツドローストリングウエスト S。 これエグいな。こいつ履く気ならんわ。てか家着やん、もうこれ。こんな感じで着替えてきたんですけど、なんか近所やったらいいんちゃうって感じ。ワイドなってて可愛いねんけどな、ちょっと薄いから夏にはいいんじゃないかなって感じです。で、これさっきいいって言ったけど、このトップスダメだ。この何これ、私が無理ないだけ知らんけど、ちょっと訂正します。これはちょっと良くないでした。これはで、ズボンはもう全然想像と違ったんで良くないですねはい、次いきます。あ、これはタンクトップとかに合わせるやつ。これ無難で良くない。私アレキサンダーワンでクロップド丈のキャミソール買ったから、それに合わせるように買いました。これ全然生地もしっかりしてたから思ってたより良かったかも。これが1724円が921円、 S です。これは正解かも。全然いい。いいって感じですね。これはちょっと、また着た感じは後で。で、次、トップス着替えていきます。なにこれ？これ何？こんなん買ったっけ？うち。やっぱね、写真と違うからね、なにこれ？こんなん買ったうち。まあ、着ていきたいと思います。なんだろうね。エレガントリブニット無地セーター。これマジムカつくわ、なんか。なんなんこれ。これまあ普通の人やったら嫌がるよな。うちも嫌やもん、こんな胸ざっくりで。こんなんじゃなかったん、写真。まあ舐めてる。生地もペラペラ。ってことで、これは良くないでしたね。これは何でしょうかね。うそー、こんな短いんこれ。これ写真とマジ違う。ふざけてるこれ。セクシー非対称プレーンレディーストップスやねんか。787円が630円。これ着るん？着てくる？まあまあまあ、でもね、これでね、
あの唯一いいところっていうのはパッドがついてるんですよ。え、どう？でもまあそれ単体だとおかしいってか、でこれにさ、例えばあ、これさっきの着てみようよ、これ、うん、あ、いいやいいや、うん、こんな感じで着たら可愛いと思います。でもね、これ高評価やったんですよ、このトップス。セクシーやし、可愛いって。で、パッド付きなんがめちゃくちゃありがたいって言ってて。だからまあこれプラス、なんか上にこう今流行りのね、ボレロカーディガンみたいな、こう短めの。そういうの合わせたら可愛いと思います。これは、E でしたね。最初、あれって思ったけど、まあ可愛いんじゃん、ストリート系で。こんな感じで。はい、ってことで次行きましょう。なんなんこれ。これやばい。これ。あ、それ。これ待って。え、こんなんちゃうって、これ冬のニットで紹介されてたって、めちゃくちゃ薄いし。カジュアル平野ニットトップス1112円が890円 S。 写真こんなんちゃうもん、まずそもそも透けてない、こういう部分が。もっと分厚いと思ったんですけど、これは写真と全然違ったので、よくないでした。どっかで着てる時はあると思う。普通にデザイン的には可愛いの、今流行りのって感じ、うん、じゃあ次いきます。でこういうことあるからね、学習してないってことやね。私お母さんにもめっちゃ言われたんですけど、もう二度と頼みなさんなみたいな、小物はいいんちゃうって言ってて。ただ服はワンピースとかは失敗してたから、夏ね、私の夏の動画見ていただければわかると思うんですけど、そういうのは失敗したから、まあ薄、まあね、大概薄いと思っとってもらえれば。私ダウンとかシーンで買ったことないけど、どんなになるんかなと思う。とりあえずこれ着てきます。これよ、例の私が2枚頼んで間違えて頼んでしまったっていう無地セーターセットアップ、1850円が1481円。なんとも言えんわ、薄すぎて。マジ冬に着るやつじゃないこれ。全部そうだけど、ほとんど。あのワンちゃんの服も買ってんねんけど、ワンちゃんの服かと思ったぐらいかなり薄いです。これもよくないって感じですね。デザイン的には悪い。デザインはな、みんな可愛いね。だって最近入りのやつやん、こういうのも。生地やね、やっぱあの分厚さ問題。これ何？あ、これ分厚いわ。でもさて、私が来たらどうなるか。ちょっと履いてみます。まあ生地は大丈夫、分厚いから。全然さっきのと比べたら。あ、これうち前と後ろ間違ってるわ。トップスカットアウトラップバッククロップケーブルニット1257円が1006円。これほんと反対らしいです。この後ろ普通にニットが前に来んねんけど、両方着れるんじゃんって考えたら全然いいかも。リバーシブル、もう生地は全然いい、ほんまに。さっきはワンちゃんの服の生地やとしたら、これは普通に人間の生地って感じ。分厚くなりました。なんかまあまあいいって感じですね。これはでもあれですね、全部シーン胸元が。そう、あとね、これでなんで買う気になるかっていうと、アメリカ系の外国人の方がモデルされてて、ヘルシーに着こなせてるからやらしく見えへん。自分が着たらやっぱちゃうなって思う。これ何、ほんで。え、これやばいやん、これあかんやろ、これいくない、これいくらやったっけ。え、全然写真と違う、こんな素材じゃないもん。クロップトップモックネックカットアウトスリーブ769円が616円。値段見たらしゃあないんかな、軽口すぎ。まあ着てみるわ、これ着てみます。ぱっと見かわいいんちゃう。でもうん、無難に着こなせるって感じ。うん、無難に着こなせるって感じ。カイトやけど、まあちょっと緩みはあって、締め付けがそこまでないかなって感じ。これ二の腕細く見える効果があるからね。あ、親指のとこもちゃんとついてるわ。まあこの値段やったらまあしゃあないんちゃうとはなるよね。はい、ってことでこれが616円でしょ。まあだったらまあいいでしょ、これまあいいってことで。最後はワンちゃんのお洋服です。ちょっと待って、これハンカチ。ちょっと後でこれグルトに着せますね。え、全然ひどいよこれ。普通に布やったもん、こんな透けてない。ペットタンク250円が201円、これがペットタンク362円が290円。これなんなん、こんなん頼んだっけ。うちニットトップス667円が534。これはさすがに着れんわ。あの普通にトップス切った感じのデザイン、これはちょっと悪いすぎますね。こんな感じでしたね。まあまあまあ値段的にこんなもんかなって感じです。でもやっぱ着れないものもありますね、本当に、うん、ちょっと厳しいな。厳しいっていうのもあるし、見分け方が大事やな、学んだはずやったのに。でも本当正直グレイルとかよりも全然写真じゃ分かんないです、ね、分からん、ほんまに。グレイルとかはね、質感が結構いいやつが多いんですけど、生地が薄いね。ってことで今回はこんな感じでした。でちょっと最後グルートさんにこのどんだけ透けるか、このポストを着させてちょっと終わりたいと思います。
長さんに着せたけど、やっぱ案の定予想してた通り網目から毛が出てます。はい、ということでこんな感じで、はい、今回シーンの辛口レビューは終わりです。皆さん参考になりましたかね。まあでも可愛いやつは可愛い、これとか着てたらなんかいけるかもって思ってきた。まあでもあとニット薄いものは薄いので、そういうのにはちょっと気をつけてください。ってことでこの動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。